埼玉新都心埼玉スーパーアリーナ埼玉スーパーアリーナは埼玉県埼玉市中央区にある多目的アリーナ。施設は埼玉県が所有し第3セクターの株式会社埼玉アリーナが指定管理者として管理運営を行っている。スポーツイベントコンサートテレビ番組の収録、講演会、株主総会、日本史会場など 様々な用途に対応しており、最大3万7000席を使用できる国内最大級の多目的アリーナとなっている。タウン情報指等で埼玉アリーナ、さ、玉ありと略称される。例年大晦日工業と呼ばれる総合格闘技のビッグマッチが組まれることから後楽園ホールと並ぶ格闘技の聖地と定着している。建設にあたって建築設計競技が行われ、 日見設計の案が採用された。客席やステージ、床、天井などが稼働するムービングブロックシステムを採用したことで、アリーナ全体を利用するスタジアムモードやアリーナモードによっていくつかのブロックに分かれて会場を利用することもできる。公式サイトには車でのアクセス方法も記されているが、駐車スペースに限りがあり、公共交通機関を利用するようにと記されている。 ありがとうございます。